福岡に来てソフトバンクホークスに入団することができて今本当に嬉しく思ってます。日米通算63勝、日本ハムでも活躍した有原投手がホークスに入団。メジャー帰りの右腕が頼りにする3人のチームメートとは。ホークスカラーのネクタイで入団会見に臨んだ有原投手。会見中名前を挙げた3人をクイズ形式で出題。まず第1問、向き合って考え、さんにはもう何本もホームラン打たれてるので。誰だ。ヒントは同じ広島県出身。うん、これ簡単。ギータ。正解は、まあ、本当に柳田さんにはもう何本もホームラン打たれてるので、やっぱ柳田さんの印象が強いです。やっぱりね。調べてみると通算の対戦成績は6年間で打率3割1分4厘、7ホーマー。結構打たれてますね。まあでも味方になりますからね。ね。続いて第2問。さんにはあのすぐ電話させていただいて、まあ、これまで日本では、これは元チームメートの近藤選手。どうでしょう。ヒントは大学時代。え、違う。和田さんにはあのすぐ電話させていただいて、まあ、一緒に頑張ろうっていうふうに言っていただけたので、まあ、本当に心強い先輩なので、たくさん質問して勉強したいなと思います。正解は早稲田大学の先輩和田投手。そっちか。それでは3問目。まあ、まずは湧いてくれるので、友達がいるので少しやりやすいかなと思ってます。これはノーヒントでいきましょうかね。友達、同級生の甲斐選手。さあ正解は、まだあのホークスであんまり挨拶もできてないので、まあ、まずは近藤がいてくれるので、友達がいるので少しやりやすいかなと思ってます。正解は同じくホークスに加入した近藤選手。こっちが近藤選手か。え、てか後輩じゃない。うん、近藤選手が一つ年下。悔しい。この気持ちをシーズンにぶつけます。なんのや。